夏は暑いから大嫌い、冬が好き。はい、こんにちは。今日は以前にあげました、BW や XY のプロモの動画だったり、あとは DP のプロモの動画だったりをあげてご紹介したと思うんですけど、その動画の時にね、そのプロモと一緒に買ってきたカードで、今日は BW かな、 BW のレア以上のカードをね、一緒に買ってきておりましたので、それを紹介していきたいと思います。BW も全くですね、購入をしていなかったので、まあ、持ってないというか、ほぼほぼ持ってないんですけど、持ってないレアカードを、集めている段階でございます。今回ちょっと枚数が多いんで、チャッチャがいきたいと思います。今回も例によってね、値段は一緒、1枚20円でございました。では行きましょう。はい、まず BW の6から岩パレス、まあ、全部ほぼほぼレアですよね。ほぼほぼレアだね、この辺は。これはあの安売りしてたらやっぱ1枚20円で売ってたんで、レア以上のカードはないですね。ヘルガーで、レア以下のカードは買わなかったです。ヘルガーはちなみに BW の9です。ズルズキン、これ BW3。 グッズもね、結構レア。これ持ってんだ、 G ブースター買っちゃったかな。 BW9 G ブースター、はい。そして BW7 マナフィー、そして BW6 ムーランド。 BW ってね、レアがあのこのシャーって横線が入って光ってるようなこのタイプがあまりかっちょよくないんで好きじゃないですね、あんまり。XY とかだとこんな感じに光ってるのに、こんな感じにこの中と周りが光ってる。これも中もシャーって横線が入ってて、あんまし好きじゃないこの光り方です。レアっていう感じがしない、あんまり。はい、まあ見慣れてないからだと思うんですけどね。はい、次 BW6 ゼブライカ、また BW6 ラフレシア、 BW3 シャンデラ、BW5 電流、 BW9 海流。これはちょっと状態が悪い、裏とかの方が分かるかも、ハゲてる。はい、次 BW3 切り刻ん、これも状態が悪い。まあ20円なんで知らないですね。はい、次 BW4 不思議花、それから BW6 またまたシャンデラ、さっきとは違うプラズマ弾のシャンデラですね。はい、次 BW5 番ボスゴドラ、次 BW5 バッフロン、はい、次 BW3 ウィンディー、はい、で BW の2シビルドン、次グッズで BW7 ビクトリーピース。この辺間違ってダブって買ったかな、やべえ、やらかしだ、俺やらかしてるぞ。ビクトリーピースと G ブースター、やべえ、30円で買っちゃってる。ちょっとまだ紹介してないやつなんだけど、うえー、もうちょっとちゃんと真面目に何買ってるか何持ってるかっていうのをね、一回ちょっと整理していかないと、ダブって買っちゃうからダメだ。はい、 BW9 ポリゴン Z、またちょっとね、あれだね、全部のカードを昨日ご紹介したあのカードバリアに入れながら、ちょっと整理してね、ちゃんとあの表みたいなのをチェックつけていって、また全部揃えていきたいと思いますね。てか全部揃えていきたいから、全種類コンプリートしていきたいから、ちゃんとチェックしていかないとぐちゃぐちゃになりますね。一度整理をまたしたいと思います。はい、BW2 番ビクティニー、 BW3母こもり、 BW9 アーケオス、 BW8 海流。あんまりなんか目立ったカードないな。 BW4 番ワルビアル、それから BW8 メタグロスのプラズマ弾。うっそー、ラフレシア、まただラフレシア、なんか2枚買ってた。ヘルガーも2枚買ってる、本当に。もうわけわかんなくなってきたね。とりあえず手当たり次第、なんかやった20円だと思って、手当たり次第
買ったもんだから。かぶってますね。やべえ、やらかしてる。視聴者プレゼントでもするか、本当に。結構かぶってるカードがあるんで。はい、本当だ、やっちゃった。ヘルガーとラフレシは2枚ずつ買っちまいました。やらかしました、完全に。はい、次は BW1 ジャローダ、そして次 BW の5番ギガイア、 BW 3番レントラー、 BW 1番ランクルス。6番イワパレス。やべ、イワパレスも2枚買っとる。間違えて2つ買っちゃったよ。間違えてよし、はあ、BW5 番シンボラー。はい、 BW7 ジバコイル。次 BW1 番ゴチルゼル。はい、次 BW6 ペンドラー。BW6 番フライゴン、残り2枚。 BW8 番キングドラ、そして最後 BW9 シビルドン。シビルドンも2枚買ってない？待てよ、待ってくれよ、待ってくれよ、お願いだから、お願いが、お願いだから。よかった、シビルドンは違うやつでした。 BW2 だった。よかった。ということで、全てお見せいたしました。ということで合計で39枚、今回は BW のレアカードを購入したので紹介しました。全て20円、1枚20円でした。そして、この3枚については間違って2種類買ってしまいました。そしてこれは持ってるのにまた買っちゃいました。ということでこの5枚はちょっとダブっちゃいましたが、まあ、20円でこれだけ手に入ったので良かったかなと思います。ただね、やっぱりこれも裸で売ってたカードなんで状態はちょっと悪いのが多いですが、まあ20円なら許容範囲でしょう。はい、ということでね、まだまだ一緒に買ってきたカードがありますので、また機会があればね、後日紹介をしていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。